今日はデンタルクリニック東洋大の院長、大石健一さんからお話を伺います。おはようございます。はい、おはようございます。あれ、先生、その声は一体どうされたんですか？<laughs> 申し訳ございません。あの、<laughs> 先日もちょっと研修がありまして。はい、まあ、結構大きな声で叫ぶことが多々ありましたので、えー、ちょっとあの今ちょっとガラガラっていう風になってます。研修というのはそれはあのえー、鹿の。 研修ですかえっと歯科の分野からは、まあ、だいぶ離れてますけれど、はい、まああの健康のこととか<っ>栄養あの健康栄養のこととかあるいはあの人と人の人間関係の良好な作り方とか、はい、あるいはあの自分のまあ院とか、まあうん、会社もそうなんでしょうけれど、はい、そういうあの事業がうまくいくようにってどうしたらそういう仕組みができるのかとかあるいはあの まあこれからあの自分も医療人としてどう進んでいったらいいのか地域の大人としてどういうふうにしてあの進んでいってあの子どもとか孫とかそういうあの次に受け継ぐ人にあのビジョンを示したらいいのかってまあそういうみたいなあのちょっと一般の歯科の研修とは変わった研修ちょっと行ってきました。人生の指針になるべく まあどういどう自分は生きたいのかとか何やりたいのかっていうのをまあちょっと問い直すみたいなそういうみたいなちょっと研修は行ってきましたまあ特殊っちゃうと特殊なんで、はい、通常はあの歯科の技術系の研究、ね、あの研修とかもやっぱり行ってます。私はあの研修にに行きますといううふ あのメールをいただいたので、はい、あ,あの歯科のあの技術的な勉強に行かれたのかなと思ったら、はい、全然違いましたね。えー、まあ、そういうのももちろんあります。はい、あの勉強とかもやっぱりしていかないと。はいはい、特にあの医療系のあの技術の進歩っていうのは、やっぱりあ、えー、のどんどんやっぱり進んでまして、20年ぐらい前の医療。私では卒業した時っていう習った時の医療っていうのは20年前の。 医療に、まあ当然なりますけれど、そこからもいろいろなあの小さな変化あるいは大きな核心みたいな部分がありますんで、やっぱりそういう情報をやっぱり手に入れて、あのー、日々の臨床に活かしていくっていうことにしないと、はい、あの、やっぱり患者さんの メリットのその大きい小さいっていうのもやっぱ関わってくるんで、まあ、特に医療系はよく言われたのは「一生が勉強だよ」っていうふうに言われて「ええー!」と思ったんですけど、はい、もまあ自分の立場からするとまあ勉強している先生とそこそこにしてたら「どっちがいいですか?」って言われたら「行ってらっしゃい」ってしか言わないなっていうことでまあ人生はやはりあの毎日こう進んでいかなければいけないというか日々勉強ですよね。 そうでまあ勉強で言ったら結構皆さん嫌っていうかもしれませんけれども、うん、学びとか気づきとか、はい、まあ自分のがどんどん、まあ、ちょっとでもいいからこう昨日より今日,、うん、今日より明日ってまあちょっと成長していくいうためにはやっぱりいいのかなって、うんうん、やっぱりそういうことをしてた方がまあ人生がなんか豊かになるかなって、うんうん、そういうみたいな人がいっぱいいっぱい増えるとやっぱり。 あの子どもさんもやっぱり憧れるんじゃないかなって思ったりするんですよね常に輝いている人になりたいなと思うとやはり止まっていてはいいけませんね <laughs> <laughs> いやいやね あの島田さんも結構ねいろいろ映画とかでもやっぱりいろいろチェックしたりとか見られたりとかすると思うんですけどいろ、うん、んな情報を仕入れたりと思うんですけれど、はいね、映画の分でもいろいろ技術的なところが進んでいったりとかそうですよね,ね映像面でもね表現すんかすごいですよね。うん 3D とか、まあ、アニメとかそんなみたいな、はい、あのプロジェクションマッピングとかですか、えー、あんなみたいなものもいろいろ入れたりとかしてると思うんですけれど、はい、やっぱりそうすると、まあ、あの医師の世界もそうですよねどんどんあの、えー、技術は進んで前に前に行きますからね。えーえー で置いてかれるとねやっぱりもう飽きちゃったみたいな話になるから、うん、やっぱこれはしょうがないのかなと思うんですが、うん、まあ逆にそう追い求めるのは結構楽しかったりするんで別に鹿だけの分野にとらわれずに他のあのうまいこと言ってる分野のところを勉強してからそれをまあ自分の分野にちょっと応用するっていうこともあって、まあ、今回ちょっと鹿とはちょっと違った分野のところもちょっと勉強ししてきました、はいね、でもすごい最近あの特にアクティブですよね。<laughs> そう動いてますね。 どんどん慣れてきたから、まあうん、次のまた課題とかいろんな分がまた来てるんでしょうね<ー>初めは小さいことだったんですけれども、はい、小さいことで何とかできたっていうことになるんですけど次にまた次の,あのだんだんあの問題っていうか課題がチャレンジが大きくなってきてるんだろうなっていうのはやっぱり実感してますね、うん、でも一つのことをこうやり遂げるってそれが自信につながってじゃあ次に次にというステップになっていくんでしょうねそううです、ねまあもうその繰りり返しだだとは思うんですけれど、はい、ただやっぱり 自分がだんだんできていくんだっていうのはやっぱりう嬉しいかなってそれはあのうちにも子供いますけれどやっぱり「あティストができた」とか「ちょっと縄跳びがなんか回数が多くできた」とか「逆上がりできた」っていう。 そんなななみたたいなとまあよく似たもんなのかやっあの忙しい中時間を作ってそういうふうにこう研修に全然そのね歯科の医学の部分とは違う分野に行くっていうのもこれも大変なことだと思うんですけれども。あえーまあ、それできるのもまあ周りのやっぱりサポート。 やっぱりそれをよしとしてくれてまあいってらっしゃいって言ってくれる周りの人たちがやっぱりあの鍵にには確かになってますだからそれまでにやっぱり、まあ、ちょっと今それで自分ができてるかどうか分かりませんけれどあの先にまあちょっとその人の悩みとか、うん、あのスタッフとかも含めてなんですけど、まあ、ちょっとなんか解決できんかなみたいな感じで先に手助けするというかサポートするっていうことはまあ、はい 気をつつけててやってるつもりですなかなかあの100%できてるかというと辛いですけれどまたこれから新しい季節にね、はい、入りますけれども季節がこう巡ってきますけれども、はい、今こう何かこうやらなければいけないなと思って足踏みしていらっしゃる方に何か一言言うとすれば。そうですね。まあ、まあちょっっとと楽しいいことがやりたいなって思って まああのちょっとでもいいからまあやってみたらってもう最初はできないかもしれないですけどいきなりあのハイハイから救ってたったあの赤ちゃんはいないでしょうからだからそういうのちょっとやってみて。 あともう一つあのお友達とか周りの支援する人がいたらちょっとそういう人たちと一緒にやるとか巻き込むとかそういうふうにすると結構なんか続きするかなと思いますんでまあちょっとまあかじってみっていうのとあとはまあお仲間さんいたらまあ一緒にやろうよみたいな感じすると続けられるかなと思ってます